で教えてくれない？天経の雑学。戦国時代、北陸地方が支配した越後の龍、上杉謙信、実は女性だったかもしれないって知ってましたか？生涯で多くの合戦を行い、その回数は確実な数で70余り。謙信の姿を見ただけで逃げ出す敵もいたほどだったそうです。そんな謙信が女性だったのではと言われている理由はいくつかあり、一つはスペインで発見された日本の報告書において上杉景勝の叔母と記載されているのが謙信のことだとする説です。また越後の民謡である御前歌の中では、男も及ばぬ怪力無双と謙信のことを歌っていたりするそうです。その他にも様々な説がありますが、実際はどうだったのでしょうか？もしかしたら私たちの想像する上杉謙信とは全く違った人だったのかもしれませんね。皆さんの気になる偉人がいたらコメント欄で教えてください。